よ、前です。こちらの動画で1ヶ月ダイエット宣言をしたんですけど、そのうちの1週間が終了いたしましたので、途中経過報告みたいなものをしていきたいと思います。よく DM とかでなんかダイエット中何食べればいいか分かりませんみたいな質問をいただくので、まあ私なりの1週間の食事をねまとめてみたので、こんなやり方もあんねんなぐらいで見ていただけたらなと思います。まず1週間のご飯はこんな感じです。だらだら言うとね、視聴者さんももう長いわってなると思うのでまとめました。こんな感じで、ちょっと細かくね補足していくこともたくさんあるのでやっていきたいと思うんですけど、まず1日目は朝9時ぐらいにプロテインとリンゴ、みかん、バナナを食べました。フルーツいっぱいで、14時ぐらい昼にマイサイズの米と親子丼を食べました。マイサイズっていう1つ100キロカロリーとか、米やったら150キロカロリーってもうカロリーが記載されてあって、めちゃくちゃ低カロリーでしかも美味しいみたいな感じのレトルト食品があるんですけど、それ私めっちゃ愛用してて昔から、今回も結構食べました。そのうちのこの親子丼をね食べました。夜ご飯は18時前くらいにオートミール、味噌汁、鶏こんにゃくそぼろ、もやし炒め、キムチ納豆を食べました。で、なんか分かりにくいと思うから、写真をさずっと3日目4日目くらいまで撮っとったやんか。けどあまりにも映えなさすぎて、もう黒みたいな。まずそのこの鶏こんにゃくそぼろ定食みたいな、こちらやばない？普段さ、なんか自分が食べるもんってさ、映えとか意識せえへんやんか。だから適当に作ってその辺あるやつを炒めてみたいな感じやからさ、全然気にせえへんと作ったらもうめっちゃ茶色やみたいな感じになって、こんなん公表できるみたいな感じで思っててんけど、しかもなんか全然変わり映えせえへんし、なんかおもんないなと思って写真はなしにしました。しかもこの鶏こんにゃくそぼろって写真見てもらったらわかると思うんですけど、めっちゃ量あんねん。普通に2、3万人じゃないわ、2、3人前ぐらいはあるやんか。でこれを全然余裕で一人で食べるし、なんとオートミールとか納豆とかキムチとかも全部食べるんですけど、夜をさ少なめにするといいっていう人いっぱいおるやんか。で夜を少なめするのはもちろんいいんやろうけど、私こう編集する時っていつも夜なんですよね。でその編集する時ってまあお腹すくわけ、お腹空いた状態で編集してたらイライラするし全然進まへんし、もう最悪なこのルーティーンっていうかルーティーンで最悪な状態になるので、夜はねしっかりめに食べてます。私半身浴と縄跳びを300回と筋トレを簡単に、もうほんまにさらっと、まあ1日目やしみたいな。で1日目は51.6キロ、この動画の時なのでね 51.6キロです。2日目で、私いつも朝起きてトイレ行ってすぐに体重を測るんですけど、その時51キロでした。朝プロテイン飲んでリンゴとみかんを食べました。で昼ご飯、これは動画見てもらったら分かるんですけど、めちゃくちゃ食べ歩きをして、まあ、撮影兼初詣みたいな感じで行ったんですけど、団子とか唐揚げとか魚とかメロンパンとかもめちゃめちゃ食べました。もう見てもらったら分かる、めっちゃ食べてるで夜ご飯はそのまま会食に行きました。仕事関係の方と会食で中華を食べに行って、もうこれまためっちゃ出てきて、お酒も飲んだし2軒目バー行ったんですけど、そこでお菓子とかも出てくるからお菓子も食べた、もう食べた帰ってきたのも遅かったから、もう全然運動もなしで、そのままお風呂入ってシャワー浴びて、もうパターン9みたいな感じでした。3日目朝 51.5キロでした。でこれ 0.5 キロしか増えてなかったんですよ。なんか前日あんだけ食って飲んで食って飲んでみたいなしてたんやけど、なんでかなって考えたら朝に快便でした。もうやったー。だからですね、きっと動画撮って爆食みたいなしたら余裕で1キロとか太るんですけど、もう 0.5 キロみたいな、意外とみたいな感じでございました。まあでも増えたのは増えたので調節しないといけないので、朝プロテインだけで、昼ご飯13時ぐらいにバナナ1個とみかん2個を食べました。結構お腹空いてたんやけど、水をねしっかりと取って水分補給しながらバナナとか果物とかを取れば結構お腹膨れるんやんか。でそれでなんとか空腹をしのいで、夜17時とか17時半ぐらいに白菜、きのこ、こんにゃくがもう大量に入った鍋を食べました。もうお腹すけすぎてもう無理やと思ってこう作ってたらめっちゃ量多なってさ、めちゃくちゃ作っちゃったんですけど、多分2人前3人前ぐらいはあったと思う。それぐらいの鍋を一人でポン酢つけて食べました。で夜は半身浴と縄跳び400回と筋トレの腹筋中心の筋トレをしました。で4日目は 50.9 キロでした。これで爆食の分はチャラということで
なので朝から結構食べれるなと思ったんですけど、鍋がいかんせんめっちゃくちゃ量多くて、その前日の鍋もうめっちゃ食べたから、ちょっとお腹いっぱいで、まだだから朝とか全然お腹空いてなくて、プロテインだけにしたりとか、昼も言うてそんなにお腹空いてなくて、バナナとかみかんとかを一個ずつ食べたなぐらいです。完食はちょっと小腹が空いたのでコーヒーでごまかしました。で夜はこの撮影をしてたので、そちら見てもらったら細かいことわかると思うんですけど、もやしオムレツとよだれ鶏ともずく納豆味噌汁を食べました。半身浴と縄跳び500回と筋トレ腹筋をした。で5日目、 50.3キロ、朝プロテインとバナナを食べて、昼マイサイズの米とハヤシライス、よだれ鶏の残りとリンゴ、めっちゃ食べんなこれ。で夜ご飯は冷凍のロールキャベツとオートミールを食べました。めっちゃ食べたんですけど、でこの日からめっちゃこのちょっとしんどなって体調崩しちゃったんですよ。鼻水と喉がめっちゃ痛くなっちゃって、しかも眼精疲労、私もう眼精疲労すごいんですけど、もう目の奥痛いし、もうめっちゃもう鼻も辛いし、喉も痛いしみたいな、喉イガイガするしみたいななって、この日休みやったから一生寝てて、朝こうやって起きるやんか、ほんで起きてバナナ食べてまた寝るみたいな、で昼また起きてで食べて寝るみたいな、そんな感じの生活でずっと寝てた。次の日は体重測ったら50キロ。もう風邪の時ってさ、結構ドカーンって落ちるって思うやん、思うねんけど、私風邪でもしっかり食べるから全然減らへんのよまあだいたいキープぐらい、キープちょっと増えるかなぐらいなんやけど、今回は 0.3 減ってました。朝はプロテインとバナナを食べて、昼ご飯は豆腐ハンバーグとオートミールで、夜ご飯はヘルシーすき焼きを食べました。この日もどうしてもすき焼きを食べたくて、でもすき焼きってさカロリー高いやんか、白菜と白滝があったからさ、それを鍋に入れてすき焼きのタレあったから、すき焼きのタレを限りなくちょっと薄くしてすき焼き風みたいな感じにして食べました。これ3人前ぐらい食べた、リアル3人前くらい。この日もちょっとしんどかったので半身浴はしたけど運動はなしです。なんかさ熱とかは全然ないねんけど、喉がちょっと痛いだけでさ、はもうだるしんどいみたいな感じで思うやん鼻ちょっと詰まってたらさ、うわもうだるいなーみたいな感じで思っちゃうやんか。そんな感じの延長線上でずっと運動とかもしなかった。で、今日の朝7日目、体重測ったら 49.6キロ、マイナス2キロでした。1週間で、でしかも結構ペースにしたらいい感じかなと思っております。ちゃんと食べて健康的な生活をして体重を落としたいわけさ。にしては結構順調じゃないかなと思っております自己肯定感で、1週間ダイエットじゃなくて今回は1ヶ月ダイエットやから、私がいつも1ヶ月ダイエットする時のルールとして、1週目は体を慣れさせる、で2週目はエンジンをかける、で3週目は全力疾走、4週目は追い込みみたいな感じでルールを決めてんねんけど、結構めっちゃこのリズムに慣れてきたし、なんか思ったより減ったなって思いました。で補足なんですけど、足りない分とかはサプリメントで取ったりとか、あとマッサージとかもねしっかりとするようにしてました。ダイエット中ってマジで便秘がもう強敵なわけよ。すっごい敵やから、食物繊維とかその便通を良くするものを飲んだり食べたりとかしてたんやけど、腸もみっていうの優しくマッサージしたりとかして出させるようにしてた。で2週目の要注意ポイントとしては生理前なんですよ生理前がね来てしまうんですよね。それをどう乗り越えるかみたいな、生理始まって生理後追い込みの時期なので、ちょうどそれスケジュール的にはちょうどいいかなと思うねんけど、ちょっとこの2週目を乗り越えるためにちょっと一生懸命ね頑張っていきたいなと思います。はい、ということでダイエット中の1週間の食事と経過報告でした。またなんか1週間に1回ぐらいはダイエット動画とか出せたらなとかは思うので、早く体調をまず直していきたいなと思います。この動画を見ててダイエットしてる方とかね、もう最近サボってんなとかっていう方は、この動画を見ながらちょっと足を上げてみるとか、ちょっと腹筋してみるとかしていただきたいなと思います。一緒に頑張っていきましょう。ということで最後までご視聴ありがとうございました。いやーみんな調子どう頑張ろうほんま。運動がね、まずは体調をしっかりと直して頑張っていきたいなと思います。皆さんも体調にはお気をつけください。ってことで最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。